どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2023年の5月19日、金曜日でございます。現在の時刻はギリギリ7時前の朝6時54分でございます。はい。ということで、まあ今日はね、寝坊したわけでは、まあ、ないんですけど、まあ、ちょっと遅めかな。うん。まあ、ギリギリ7時前だったんで、まあ良かったんですけど、はい。まあね、いつも通りやっていきたいと思います。で、今日は何の話かっていうと、ちょっとね、今日も、まあ、お知らせの回にはなるかなと思います。まあ、前回、まあ、昨日の配信もね、はい、まあ今日やるゲームのお話をさせてもらったんですけど、今日も、まあ今日の夜9時からやる、まあ、ラジオの宣伝といいますか、をさせてもらいたいなと思っています。うん。で、まあ、ラジオのお話に関しては、まあ、クドラジの方でも何度か、ね、まあ、金曜日の夜9時から毎週やってますよっていう話はしていました。はい。ただ、まあ、この前の配信で言ったんですけど、ですね、これまではラジオトークっていう、まあ、アプリを使って配信を行っておりました。ライブ配信ね。で、アーカイブを Spotify とか、あと Apple Podcast とか、なんだ、Amazon Music とか、まあそういったプラットフォームに、アップロードしていると。うん。で、一応ね、そのライブ配信はライブ配信で、で、別撮りして、その別撮りしたやつを、まあ、相方のね、まあ、ポポさん、ポポクリームさんっていう方が、編集をしてくれて、それをこう各そのプラットフォームに、まあ、各プラットフォームっていうか、まあそのアンカーじゃないや、Spotify for Podcasters かなとか使って、まあ、各そのプラットフォームの、じゃあ各ポッドキャストのプラットフォームに配信してくれているっていう感じですね。はい。まあ、なのでラジオトークで配信されてるやつと、さっき言ったポッドキャストのプラットフォームに配信されてるものだと、まあ、ちょっと違うかな。話してる内容とかはほぼ同じだと思うんですけど、まあ、編集がね、若干入ってるんで、まあ、BGM がちょっと違ったりとか、うん。あとは、まあ、若干聞きやすくなってるのかなっていうのはあったと思います。はい。まあ、そんな感じで、半年ほどかな続けてきていたんですけど、先週の配信で気づいて、ラジオトークの延長チケットが有料になったと、はい、課金必須になってしまったということで、まあ、このままだとラジオトークで続けられないなということで、まあ、いろいろポポさんと2人でね、まあ、相談してたんですけど、まあ、一応私のゲーム実況の方でもその視聴者の方からね、ポッドキャストはちょっとハードル高いかなとか、うん、あとはツイッターは実はやってないんですよっていう意見をもらって、なるほどねと、じゃあ YouTube でやった方がいいんじゃないかなっていう話で、こう私の方からね、ポポさんに YouTube でやってみないかっていうふうに、まあ、提言したというか、うん、お話しさせてもらいました。で、その結果、まあ、どうなったかっていうと、まあ、もう気づいてる人いるかわかんないけど、今日の夜9時から行う、そのラジオのライブ配信ですね、YouTube で行います。はい。で、まあ、詳細といいますか、リンク、その配信の枠もね、もう今日作ってもらっているので、うん。この配信の、概要欄に、まあ、リンクを貼り付けておくので、まあ、もし気になる人は、今日の夜9時ね、今日の夜9時、YouTube 上で、やりますので、ぜひぜひ遊びに来てもらえたらいいなと思います。うん。ただ、まあ、何分初めて YouTube でね、ラジオ配信、ライブ配信やるので、まあ、もしかしたらちょっとこう聞きづらい部分とか、まあ、慣れてない部分もね、こうなんかこう、まあ、放送事故にはならないとは思うけど放送事故にはならないとは思うけど、うん、まあまあちょっとこうまだ不慣れな部分もあるんでね、いろいろあると思いますけど、はい、まあ、YouTube なんでコメントも自由にできるようにしてありますし、うん、まあ、ラジオトークとほぼ同じですね。うん。まあ、YouTube の場合、その延長チケットとかそんな関係なくね、
やろうと思えば永遠にできちゃうんですけど、あ、永遠でもないのかなあれ。YouTube ライブで一応限度あんのかな、ちょっとわかんないけど、うん。まあ、ほぼ、ね、範囲級、ちょっと言い過ぎか。うん。一応ね、1時間っていう枠でね、やるつもりなんで、いつも通り。9時から、まあ、10時までですね。はい。の枠で、ラジオ、お子さんと2人でやっていこうかなと思ってますんで。はい。で、今日やる内容はね、アニソン。はい。まあ、特に、今期、2023年の、春だね。春アニメのアニソン。まあ、オープニングとかエンディングとか、まあ、挿入歌とかたくさんあると思うんだけど、まあ、その中から、お互いに、まあ、ベスト3というか、まあ、私はね、ベスト3ちょっと選ぶのは難しかったんで、ママさんはもしかしたらベスト3選んでくるかもしれないけど、うん、私はまあベスト3というよりかは、なんだろうね、個人的にちょっと気になってるというか、結構聴いてる楽曲を、うん、3曲紹介させてもらおうかなと思っております。はい。まあ、どうだろうね、最初から最後までアニソンの話をするのか分かんない。結構話がね、こう、なんていうのか、それることも、ね、多々あるので、はい。まあ、特にヘブ版とかは、そうかな、うん、ヘブ版の話始まるとね、2人ともこうちょっと止まらないんだよね。うん。まあ私はね、ちょっとこうヘブ版の配信ペースも少し落として、まあ、土日祝日のみにしてもいるので、うん、まあなんだろう、進んでいるね度合いから、まあどこまで話せるかっていうのもあったりはすると思うんですけど、はい。まあ、ヘブ版で思い出したけど、それこそ今ちょっと脱線するけど、ヘブ版昨日ライブ配信生放送ありましたね、公式の。でその中で、あ、実はまだ見てないんだけど、ツイッターで見ました、あの情報を。新しい SS スタイルが、はい、出たということで、愛知だったかな、うん、愛知の SS スタイルがね、やっと出ましたね。この前のヘブ版の配信で愛知まだ出てませんよっていう風にコメントもらったんですけど、うん、まさかのね、来ましたね、本当に愛知ね。なんかシャチがなんか出てくるのかな、2頭のシャチをなんか攻撃に使うみたいな情報がツイッターに載ってましたけど、どういうことと思ったけどね、ちょっとこの後ゆっくり見ようかなと思います、生放送。はい。あとはあれだね、ヒサメッチ、うん、ヒサメッチのなんかこうメイド衣装みたいなやつ、なんか可愛かったね。うん、まあ、個人的にはそうだね、まあ、能力もちょこっと見たけど、アイチンはなんだっけ、なんかオーバードライブゲージを 50% 上昇させるだったかなみたいな感じだった気がする。まあ攻撃もしてオーバードライブゲージも上昇させてみたいな、はい、感じだったかな。で、ヒサメッチはね、なんだっけ、チャージしてると対 HP の攻撃力が 50% アップみたいな、そんな感じだった気がする。うん。なので個人的にはまあそうだね、ヒサメッチの方がアタッカー不足の私としては欲しいかなっていう感じではありますね。はい。まあそんな感じで、ちょっとヘブ版の話し始めるとね、マジでキリがないんですけど。うん。まあ今日はちょっとわかんない。うん。1時間っていう枠でもあるし、お互いにね、まあ3曲ずつだから6曲、うん、紹介していくことになると思うので、まあ、ヘブ版の話はちょっと今日はできないかもしれないですけど、うん。まあまあまあ、今後、ね、ヘブ版私もやっていって、ストーリーが全部終わったら、話すかもしれないし、もしかしたら途中経過で今こんなとこ来てるんだけどみたいな話もするかもしれないので、うん、一応話す内容としてはまあアニメとか、まあ、ゲームとか漫画かな。うん、漫画の話はあんまりしてないっちゃしてないんだけど、うん、たまにね、漫画の話したり、あとはもう全然その実写の映画の話したりね、特に私が、はい、たまに私実写の映画も見たりするんで、まあ、そういう実写の映画の話したりとか、まあエンタメ関連全般って感じかな、うん、ですね、の話をしていますので、まあ金曜日の夜9時からなんでね、はい、まあ仕事終わりにまあなんか適当に YouTube 再生して、ね、流しておいてもらえればいいのかなと思います。まあコメントなんかもね、じゃんじゃんいただけると非常に嬉しいので、うん、いや本当ね、ラジオトークと同じでYouTube はね、うん、まあ、皆さんの方が詳しいと思いますけど、まあ、コメントさえしなければ別にそのアカウント名がバレたりすることはありませんので、はい、もう気軽に遊びに来てくれるといいなと思います。はい。も
もちろんコメントしてくれる方が、まあ、ね、配信してる側としてはすごく嬉しいんですけど、まあ、全然、再生してくれるだけでもね、いいなと思いますんで、はい。まあ、概要欄にリンク貼っておくんで、よければ遊びに来てみてください。はい。ということで、今回はお知らせでございました。それでは、今回の配信はここまでにしたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。